いどうも、始まりましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画なんですけど、ちょっとね、皆さん見てください。はい、 D ランクの楽天鶴崎大成投手ですね。皆さんちょっとご存知ですかね。まあね、楽天ファンの以外の人はまだね、ちょっと知名度的にまだ知らないよっていう方がね、まあそこそこいるとは思うんですよ。でね、まあ、今回ね、この鶴崎投手を D ランクなんですけど、まあ、レベルマックスにした状態でランク戦使っていくわけなんですけど、おそらく、はい、またね、言ってくる人いると思います。ネタパクってんじゃねえのかと、言ってくる方いると思うんですよね。まあ、ちょっとね、まあ、何があったかと言いますと、某 YouTuber さんですね、有名な YouTuber さんね、まあ、僕もね、尊敬してる YouTuber さんが、まあ、動画内でね、まあ、この鶴崎投手がね、まあ、とにかくちょっと強そうで、まあ、D ランクで、出したら、ちょっと動画にしたいというところを言ってたんですよ。で、ノーマルスカウトをね、回してて、まあ、出なかったんですよね。で、僕ね、ちょっと夜な夜な編集しながら、ちょっとね、回してみようと思って回したら、最後の最後で出ちゃったんですよね。でね、まあ、今回ちょっとランク戦使っていくんですけど、でね、僕ね、ちょっと迷ったんですよ。まあ、動画化にしようかどうかなーと思って迷ってたんですけど、僕ね、鶴崎投手ね、やっぱり動画にしたいんですよ。なんてかと言いますとね、僕ね、同級生なんですわ。うん、鶴崎投手と同級生で、まあ、僕も自分一応高校野球、一応やってたんですよね。まあ、大学も1年まで、ちょっと怪我するまではやってたんですけど、で、慶応に僕が、知り合いがいたんですよね。ほんで、鶴崎投手が、まあ、僕一応知ってたんですよ、高校の頃から。で、YouTube とかでも鶴崎投手の高校時代のピッチングとか、あとはね、大学、慶応大学の時の鶴崎投手のピッチングをね、結構見てたんですよね。で、うわ、いいピッチャーやなーとか見ながら、僕も俺もこんなんなりたかったなーみたいな、っていう風に思ってたんですよね。だからこそ、ちょっと、まあ、ちょっとね、今回ね、同級生っていうこともあり、同級生で輝く星となれみたいな感じで、まあね、今回はね、動画にさせていただきたいっていう風に思います。はい、でね、単に別に D ランクで同級生だから使うわけじゃないんですよね。まあ先ほどもね、言った通り、鶴崎投手ね、普通にリアタイでね、おそらくね、まあまあ強いんですよ。うん。まず何が強いのかと言いますとね、このツーシームとスプリット持ってるツースプ持ちなんですね、いわゆる。うん。これね、やっぱりね、猛者の方でもね、ツースプ持ちっていうのは苦手としてる方もいらっしゃいますし、僕自身も、なんやかんや言って結局ツースプがね、苦手なんですよ。うん。ほんで、見てもらったら分かるんですけど、このマッスルカーブ。うん。マッスルなね、カーブを投げるんですよね。まあ、マッスルっていうのは、まあ、筋肉っていう意味なんで、まあ、多分、ナックルカーブみたいな感じなのかな。まだちょっとね、一回も使ったことがないんで分かんないんですけど、まあ、そこら辺はね、ちょっとランク戦をね、使いながらっていう感じなんですけど、まあ、このマッスルカーブがどんな感じの曲がりをするかによっても、またね、ちょっと強くなってくるんですよね。で、僕がね、よく使うカットボールも持ってるので、これはね、S ランク実装されたら面白いですよ。うん。で、しかもね、今年まだ1年目なので、今後ね、またストレートの球が速くなったり、球威が上がったりとかっていうこともありますので、ちょっと今後、こうご期待ということもあり、鶴崎投手をね、ちょっと今回検証していきたいというふうに思います。ほんでですね、まあ一応ね、中継ぎ適正 S というところで、まあランク戦で使用していくときはね、もちろん中継ぎで使うのでね、まあちょっと短いイニングになっちゃうんですけど、まあね、2試合一応考えてやっていきたいかなというふうに思いますので、今日もね、動画を最後まで見てやってください。それじゃあランク戦やっていきましょう。あごう。はい、相手は達人1位の方です。よろしくお願いいたします。はい、おーっと、待った待った待った、リボンお持ちでーの方か。リボンお持ちでーの方だったね。まあいいでしょう。相手ピッチャー、則本投手ですね。ちょっと頑張ってね、やっていきたいというふうに思います。皆さん、ちょっと、1番バッター、応援か注目。いや、マジでね、応援歌でバリ良くなってきた、本当に。めちゃくちゃいい応援歌ばっかり入ってきてます。はい。1番のね、ポイズンなんですけどね、こちらはね、リスナーさんに作ってもらいました。はい、じゃあまあ、そんなことはさておきね、一生懸命頑張って打っていきたいというふうに思います。でね、鶴崎投手なんですけど、現在、もう1軍でね、バリバリ投げてるんですよ。今年から入ってんのに。うん。すごいよね。もう25登板して、今防御率が現在 3.76 っていうね。まあ、それなりにね、いいんですよね。
あの本当にあの YouTube でもね何回かね僕ね見たことあるんですけど、結構いい球やっぱ放ってるんですよね。だからね本当に今後ね S ランクが実装されるみたいなことがあったらいいんじゃないの、丸さんが、丸さんよいしょー、ギューちゃんでーす。わー、大谷投手ね、あんまりバッター目線で見たことなかったんでいいですね。ごめんベース、お尻、おっきっ。わー、結構曲がるね、ツーシーム。いや、これ、なるほどね。そういう感じなんだ。あんまりね、自分使ってるんですけど、バッター目線で見たことがなかったんですよ。なるほど、なるほど。タイピンチついてると。これはボールやんね。ツーシーム A になりますからね、だから。よし、よく見た。さあ、鳥谷さん来ましたよ。ミート90、パワー84、強い。オッケー、まあ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 、タイピンチついてると。オッケー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 。いやー、ボールかー。まあそんなに打ちづらさはないかー。うーん、まあ打ててないんですけど、まだそんなに。あー、でも今の打ちづらいな。今のキワキワのマスいいな。うん、よし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 。だからボールをしっかりと踏まなければ、ストライクゾーンだけをしっかりと叩いていけばね、頑張れるピッチャーなのかな。うん、あ、これでボール球ヒットは、ボール球をね打っちゃいけないかな。うん、8番代打に、あー、おー、ゴジラ。やっぱゴジラ強いな。スピリッツで負けててもね、やっぱ強いんだよねゴジラ。うん、間違いない。うわうわうわ、あ、シュートか。そうかそうか、シュートあったね。集中。うわ、たまー、うわ、たまー、うわー。だけどランク戦全然打てないんですけど。はい、じゃあね、皆さん、鶴崎投手使ってやっていきたいというふうに思います。まあ、相手もリボン持ちの方なんで、変化量マイナス1はね、もうしゃあないです。じゃあね、頑張ってやっていきましょうか。とりあえず引っ張り警戒で、どうしよう、マッスルカーブいきなりいっとく。うん、いきなりマッスルカーブいっときますわ。どんな感じなんだろう。あ、やっぱりナックルカーブみたいな感じですね、これ。うん。じゃあ、スプリットかな、ここで。うん。どうだ？よいしょ。オーケー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 、タイミング早しんぐスタイルね。じゃあ、ここでカットボールとかどう？やっぱね、インコース低めのカットボールは、ね、打ちづらいですか。おー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 、じゃあマッスルカーブをここら辺にボール球で誘っていくと。はい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 。で、からの、高めのスプリット。どうだろうな、これ。あー、外れちゃう系男子ね。外れちゃう系だ。スタミナ少なスタミナ少なない。あー、これさ、スタミナが少なすぎる問題か、D ランクだったら。まあ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 。意外とやれると思うんですよね。今のちょっと甘く入っちゃったんですけど。OK、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 OK。で、からのマッスルカーブスタイル。どうかな？タイミング早いんでね。よし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 。これ多分 S ランク来たらね、まあまあ強いよ、絶対。これで特殊能力とかにタイピンチとかついちゃったら、もうお手上げマッスルだよ、これ。うん。あー、もうね、これ変化球のあれが、スプリットももう落ちないね、全然。あー、やばいやばいやばい。やばシングスタイルだね、これ。まあ、こういう時は、一旦ね、一旦甘いところにスプリット。ほらほらほら。じゃあ、ここは、長く間を持ってツーシーム投げると見せかけてのスプリット。どうかな？よし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 。で、ここら辺でね、やっぱりマッスルカーブスタイルを、うん、一旦かましとこう。これ意外とね、どうなんだろうな、これ S ランクだとさ、変化量マイナス1にならないから、しかも疲れてる状態だから、まあどうなんでしょうね。まあまあいいでしょう。じゃあね、ツーシーム、あー、ツーシームやっぱ合ってるな。これね、体力的にもきついかな。まあでもね、これね、強いことには変わりはないと思います。はい、レイチャンネル、はい、ありがとうございました。というところでね、2試合目行きましょうか。うん。
はい、ちょっとね、ランク戦でね、もう一試合やっていこうかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとまあ、予定変更しまして、ちょっとルーム戦の方で、スピーチ率オンで、ちょっとやらさせていただきたいかなっていうふうに思います。スピーチ率オンにすると変化量マイナス1にならないので、そこがいいかなっていうふうに思いますので、まあ、そんな感じでね、よろしくお願いいたします。じゃあね、頑張ってね、やってきたら、まず先発はね、千賀投手なんで、まあ、もしかしたらね、カットしてるかもしれないです。通作投手のところまでね、長くなったらあれなんで。じゃあ、頑張ってやっていきましょう。なんか、うまいっす。いやー、うめー。はい、じゃあね、鶴崎投手、はい、やってまいりました。相手の方もね、多分初対戦だと思うんですよね。じゃあマイナス1がないというところでどうなるのかっていうのを、ね、やっていきたいというふうに思います。じゃあまずですね、このスプリットをやっぱりね、ちょっと見せておきたい。うわー、やばい。でも見てくるっすよね。最初は多分ね、初球は絶対見てくると思ったんですよね。だからちょっとストライク取りたかったんですけど、いやー、コントロールがきちい。スタミナがなかなかないので、ちょっとね、そこら辺考えてほしいところなんですけど、うわぁ、きちぃ。いやぁ、まあ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 、ある程度ね、じゃあここでいきますよ。マッスルします。マッスル、よし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 、ワンナーティーワンナーティー。じゃあやっぱりこのスプリットを合わせるのも結構難しいと思うんですよ。やっぱ初見なので、変化量とかもね、やっぱりね、分かってない部分もあると思いますので、うん、ここら辺をね、うまく使ってやっていきたい。よし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 、いいんじゃないのか。ただね、ちょっとね、スタミナが切れてるのが心配かな。 OK、 キャッチャー OK。 じゃあスタミナ切れてますけど頑張りましょう。じゃあ縦砂なんかも使ってみようか、一旦ね、一旦使ってみます。 OK、 じゃあなんとかやれました。はい、ありがとうございました。というところでね、負けちゃったんですけど、まあ、鶴崎投手ね、まあ、初見殺しもなりそうですし、まあ、S ランクはね、実装されたらね、まあ、もし出たら、またやっていきたいなというふうに思います。まあ、とりあえず、現段階では、まあまあ、やれるのかなというふうに思いました。じゃあね、皆さん、さよなら。